の椎名純奈です。はい、今日は札幌茅野路自動車学校に来てます。イエーイ。なんとね、今日はね、私たち初めての自動車の運転の体験をするということで楽しみです。でもね、緊張もしてるの、めっちゃ不安でした。いやー、頑張りそう。あー、では動いてみます。ブレーキゆっくり離してください。はい、わー、本当に動いてますね。まず運転手席のところに私がいるのも不思議な感じがするんですけど、それでは動き出します。準備はいいですか？はい、大丈夫です。曲がった先をよく見てハンドル早めに回していきます。曲がった先の真ん中に行くようなつもりでハンドルを動かしていきます。さあ、そろそろ少しずつハンドルを戻していきます。この直線の終わったあたりまでよく見ていきましょう。そうですね、今良かったですよ。はい、今一回うまくできました。されたので、はい、ここで交代していきましょう。ではエンジンを切りますので、はい、チェンジレバーをパーキングに入れてください。はい、来ました。あとはサイドブレーキもかけていきます。はい、上に上げました。はい、ではエンジンを切ります。はい、それでは後方の状況をよく見て車を降りていきましょう。シートを合わせていきましょう。ブレーキは踏みやすいですか？踏みやすいです。はい、それでは次にシートベルトをかけていきましょう。はい、できました。はい、それではドアのロックをします。はい、できました。次にブレーキをしっかり踏んでエンジンをかけていきます。はい、かかりました。それではどうぞ。はい、
上手に行きましたのでここで終わりにします。はい、初めての自動車運転体験終了しました。イエーイ。許可をかけていただきました。まさんです。はい、それではお二人ともとっても上手でした。10分しか乗ってないのにあれだけ乗れるってことはこれからまだまだ上手になるかなと思いますので、ぜひ篠路自動車学校に入校してください。はい、ありがとうございます。将来はね、自動車でね、免許を取りたいと思います。私もこちらもね、思ってますので、ぜひ皆さん篠路自動車